はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですね、このデビルフランケンというかいうクソモンスターについてちょっと考察をしていきたいなというふうに思っておりまして、これなんでかっていう話をするんですけども、最近ですね TCG 海外の遊戯王の制限改定がありまして、晴れてデビルフランケンさん禁止カードに指定されました。はい、おめでとうございます。というわけで、ちなみに現在デビルフランケンさん許されているのはですね、マスターデュエルと OCG、 これ両方とも制限カードに指定されてるんですけども、これのみであって、まあ、TCG と、まあ、デュエルリンクスでは禁止カードとなっているんですよ。で、まあ、そもそもねどんな効果してるかっていうと、めっちゃ単純で、5000ライフポイント払ってエクストラディカ融合モンスターを出すっていう効果なんですね、はい、ちなみに皆さんはこのカード好きですか？僕はね大好きなんですよね、このモンスター。ゴミカードすぎて可能性が無限大すぎてめちゃくちゃ好きなんですけども、なんでかっていうとクソカードだからです、はい、相手を苦しめるためだけにね生まれてきたようなクソみたいなインチキ効果してるから、まあ、僕は好きなんですけど、このカードのそもそもね歴史っていうのをちょっとね最初にねおさらいしておきたいんですが、まずですねこのカードが登場したのは1999年ブースター6で登場したカードですね。で、2000年代の初期遊戯王ですね、このカードでブルーアイズアルティメットドラゴンを出してね、巨大化を装備してぶん殴るっていう最強のコンボがありましたよね。まあ、やったことある人もいるんじゃないですか、そのコンボは。でサイバーエンドドラゴンが登場するとデビルフランケンからサイバーエンド出してリミッター解除してなんか巨大化してワンキルとか、まあ、そういうデッキも流行ったりして、まあ、無事ね2007年の3月に禁止カードに指定されてしまったと。でその後ね環境の高速化が起きて、で2014年にね制限カードに復帰します。で新マスタールール、まあ、要はリンクショックと言われているリンクモンスター の先にしかエクストラディカモンスター出せないっていう制約のせいで、まあちょっと弱くなったっていうのもあって2019年の7月に重制限あって2019年の10月に制限解除と、これ3枚使えた時代もあったんですよね、余裕で、はい、初期の頃と2019年10月頃で、第11期になると現在我々が今遊んでいるマスタールールっていうルールになって、エクストラディキからね融合モンスターの特殊召喚の場所に制約が上がったから、こいつの効果が、まあ、何回でも使えるようになっちゃったってことで2020年の4月に再び制限カードとなるというそういうね経緯があります、このモンスター。はい、で僕はですね心の底からでこう思ってるんですよ。冷静に考えてなんでこいつ許されてるの、意味わかんなくないですか。カードパワー上がって融合モンスターも、まあ、例えばティアラメンツとかね中心にバンバンやべえやつが増えてきてて、今後もやばいやつがたくさん登場してるのが予想されてるんですよね、融合界隈ってね。その中でこいつの存在はあまりにも異質すぎると皆さん思いませんか。まあ、こいつのね強さはね何なのかっていう話なんですけども、5000ライフポイントを払うっていうのが、まあ、そもそもコストになってない。やっぱ先行制圧とか先行ワンキルが横行してる現代遊戯王において、先行で勝ちの盤面を作れるんだったら5000ライフなんて合ってないようなもんなんですよ。確かにね、確かにこのカードはデッキに1枚しか採用できないし、このカードを主軸にするってのは一見困難に見えますよね。そんなに簡単なことじゃないように見えますけども、実はかなりの確率でこのカード触れるんですよね今ね。まあ、例えば、まあ、ティアラメンツ、まあ、墓地を肥やしてねエルフで蘇生するとか、あとクロシープで釣り上げるとかね、あとギアギガントクロスでサーチもできるし、まあ、ちょっと難しいけどロードウォーリアとかから特殊とかもできますし、なんだかんだこのモンスターに触る手段は結構あるわけですよ。でマスターデュエルでは、まあ、何がこのモンスターから出てくるかって話なんですけども、まあ筆頭候補はナチュルエクストリオですね、ナチュルエクストリオ、あとはまあ異性の最終戦士とか、まあいろいろあるんですけども、ロックダーモンスターが出てこないわけですよこのモンスターから。こいつの何がいけないかっていう話なんですけども、やっぱね融合なら何でも出せてしまうっていうインチキ性能ですね、うん、これがいけない。これ何がいけないかっていうと、やっぱ強い融合モンスターがその今後も出てくるとするじゃないですか。それが出てくるとこいつも間接的に半永久的に強くなっていくってことなんですよね。有効が強くなるイコールデビルフランケン強化みたいなとこあるんで、でさらに対地がない、まあこれ昔のカードなんでね、名称対地がない。で名称対地つけること知らない時代の遊戯王だからしょうがないんだけど、これ例えば、まあ、脳開発研究所とか、粘土増幅装置とかそういうカードとのコンボでデビルフランケンの効果をその5000ライフ踏み倒して何回も使うっていうコンボはあまりにも有名ですよね。まあ、このコンボ成立したら遊戯終わるんで、さらにですよ、今後
例えばスプライドスプリンドっていうねレベル2を墓地で叩き落とせるカードがマスターデュエルに到来するかもしれないし、そうするとあのレベル2を含むねモンスター2体を並べるだけでルビフェラを墓地に叩き落とせると、まあ、リンクにもいいわ、なんか適当 なんかモンスターの展開でルビフェラ墓地に叩き落としてでエルフで蘇生するっていう動きができちゃうんですよ。はい、そうするとやっぱね簡単に先行アンケートができなくなっちゃうんですよね、あのどんなデッキでも。で、まあ、多分ねスプリンドが来るタイミングで禁止になってもおかしくないなと思ってるんだけど、もしスプライドスプリンドとデビフラが両方生きていたらありえない高確率で先行アンケートできると思うので、まあ、そろそろこいつの寿命を尽きるかなというふうには思っています。はい、超人武者新規もね、ギビフラン系の強化なんです、実質。ギアギアントクロスから、このモンスターサーチできるんで、結構簡単にサーチはできるんですよね。でも、出す方法がないんですけど、超人武者とかってペンデラム召喚できるんで、ペンデラムスケール貼ればね、こいつをサーチしてきて、ペンデラムで食召喚っていうことができるわけですよね。超人武者はね、なんか岩投資っていう、ぶっ壊れサーチ持ちモンスターがいて、まあ、今後マスターデュエルに来るであろう、新規モンスターも絡めると、簡単にギアギアントクロスからの展開ができちゃうのでね。でしかもあのデッキめっちゃ一枚衝動多くて、なんかバイク、岩投資、若牛、第8っていうなんか合計12枚くらいからあの先行アンケートができちゃうみたいな話になっちゃうんですよね。超獣武者新規モンスターのおかげで超獣武者デッキなんてよりねあのクソデッキかとなってしまうから、というわけであの僕なりの結論ですね。はい、こいつ禁止にして誰か困る？困んなくない？じゃあ禁止でよくないというふうに思っております。まあ、コナミさんはね、一応、先行ワンキルは嫌う傾向にあるんですよ。なんで、まあ、デビルフランケンさんね、まあ、TCG でも、リンク数でも今禁止なんですけど、まあ、おそらくマスターデュエルでも禁止なんじゃないかなと、いうふうに私は思っておりますが、皆さんはどう思うでしょうか。まあ、ちなみに僕は結構好きなカードなんで、禁止になってほしくない気持ちもあるんですけども、まあ、生きていたら生きていたでクソゲーが加速するので、まあ、禁止でいいかなと、いうふうには思っております。はい。ぜひ皆さんもどう思ったかコメント欄で教えてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。